たぞ。え、今の、これ今は何？薄皮たい焼きクッキークリーム甘栗あんだって。何があるんだ。栗を見たらたい焼き食べたくなるんじゃないのか。ね、何が食べたい。薄皮たい焼きの小豆を何個食べる。どれがいい。クリームを2つと、はい、小豆を4個ください。はい、6点ですね。以上でよろしかったですか。はい、はい、右手、左手側で。こんにちは。今日のおやつを紹介する。これはたい焼きだ。そしてこれはカキだ。食べちゃったんでしょ。かなり食べ進んでるよ。うまい。我慢できなかったんでしょ、カキが食べたくて、うん、そうだ。でも自分で剥けないんでしょ。剥けない。学習しろよ、カキの皮剥きぐらい。わからないのだ。料理教室習わないの。習わない。何習ってんの。ちゃんとあれ自分で作ってんの。野菜切ったりとかするんでしょ、うん、そうよ。煮干し解体してみたりとか。ああ作ったの。豚汁は本当にあれ全部自分たちが作ったの。そうだよ。切ったりとか、うん、ご飯の研ぎ方とかもやった、うん、おせち料理も作ったことあるよね。うん、やってます。なんで柿の皮剥けないの自分で。剥けないからだ。柿そんなにうまいのか。柿じゃなくてたい焼き食べてくれる。どちらかといったらさ、たい焼きのレポートの方が重要だと思うんだけど。でたい焼きの種類はあんこじゃないんだよね。なんであんこじゃないの。知らない。皆さんはたい焼きはどっちから食べる派ですか。普通コメント欄によくよろしく。よこしてくださいじゃないの。よろしく。普通にちょっと食べてみ。ああ同じだ。あ、じゃあちょっとこっち見せて。正解は頭からだそしてカスタードクリームのやつだよね。あんこじゃないんだよね。そうそう。今時の子はあんこ嫌なの。嫌なの、うん、で、そして私も普通に頭から頭からだよ。尻尾からとか意味わかんねえよ。性格悪いじゃん、尻尾から食べるとかって。でも今は体調がよろしくないので、もうここお腹はチビにあげて、この少ない方を食べて、うん、いいやって感じ。うん、チビの好きなおやつを食べています。で、風邪の時にですね、ちょっと良さそうなものを、にゃーん、これポカリスエットのなんか凍らせたまま飲んで飲む、揉んで飲むタイプ。これ見かけないでしょ。これね、大塚製薬の株主優待の中に入っておりました。私普通のポカリだと思って冷蔵庫の中に入れといたんですけど、いや、なんかちょっと、お、これキャップの部分がエコになってんのかなと思って、よく見たら凍らせてって書いてあるから、ちょっと今これ飲まないで凍らせてからやろうと思ってます。具合悪い時って、うん、冷たいものだな。なんか頭がね、とにかく今ぼわっとしてるんですよ。熱が そんなにカーってあるわけじゃないんだけど、あとですね、個人的におすすめなのは、もうね、具合悪い時ってあんまりなんかこう喉越しのいいものじゃないとちょっときついですよ。で、じゃん、これ、ちょっと発見しましたよ、これ。
スンドゥブ。これね、のストレートつゆですね。ストレートタイプのつゆ。丸大から出てんだよね。びっくりしちゃった、これ。ちょっと韓国家庭料理っていうのはね、さすがに自分で調合とかできないので、で、スンドゥブの場合は、ただ辛いわけじゃないの、不思議と。で、なんかこういう、魚介の旨味が混じってる、辛いんだけど、出汁の辛さがある。なんか韓国の出汁の、なんかこう、奥深さって、韓国料理の奥深さの辛さってあるじゃないですか。まあなんか日本の出汁のような、で韓国の出汁のような味があって、でこれちょっと、これで豆腐で、豆腐を食べる、あれなんですよ。これストレートつゆで、これで豆腐をちょっと食べようかなと思ってます。ちなみにこれなんで買ったかというと、はい、キャンペーン対象商品だからです。それ以上のあれはありません。たまたま見つけましたね。なんかお豆腐をね、買って食べようと思って、で、そしたらその豆腐の近くにこれが置いてあってですね、はあ、これ丸大なんだと思って、ちょっと嬉しくて買ってみました。豆腐があればすぐできる、うん、いいでしょ。なんか風邪の時は風邪の時なりに食べれるもので、あとね、コメントいただいて、ウィダインゼリーいいですよって言われたんで、ウィダインゼリーもあれ森永製菓なんですけど、検証対象商品で買ったやつとか検証で当たった時のやつとかがあるので、それ冷蔵庫の中入ってるので、ちょっとそれを飲んでマルチビタミンとかエナジーとかで、ちょっと今体力を温存し、それそのゼリーをズズズって飲んでから薬を飲むとか、ちょっとだけでも違うと思うんで、で送り迎えが今日はちょっともうチビがもう元気に V 字回復よ。この人ね、月曜日に風邪ひいてたのね、鼻風邪を。で、確かね、月曜日に行ったのかな、医者は火曜日だ。火曜日に医者に連れてったら、薬飲まなくても大丈夫かな、いや、でも大事を取って飲みましょう、みたいな感じで、ゆるい風邪薬を出されて、でも復活して、水曜日お料理教室行って、木曜日昨日はインフルエンザの予防接種と眼科の検診の結果が悪かったので、リベンジで眼科で受けてこいと言われたので、出したあれ学校に、うん、うん、なんか学校から再検査してくださいみたいなそれで昨日は予防接種と眼科検診で、まあこれで予防接種受けたら練習はできないので、練習って言ってもあの健康スイミングじゃないから、バリバリの選手のメニューなんでね、1時間半泳ぐのにだいたい3、4キロぐらいかな。その後も個人でトレーニングしてるんですけど、もう結構昨日ぐらいはね、私がねもう限界でした。だからコーチにお断りを入れるときに、すいません、私が限界で送り迎えできないので、ちょっとお休みします、みたいな。今日はね、おかげさまで、昨日が一番悪かったかな。具合悪くて、とか、YouTube も撮ってないぐらい、具合が悪かった。声も出なかった。で、今日はね、ちょっと復活してきて、3日目。多分これね、もう人生の経験上、風邪は3日で治そうと思っても、絶対治んない。この、そして3日で治ってるけどね、このうちの。それ、基本的にバカ風邪ひかないって。バカです。風邪ひきました。いいから、それでもうね、今日また送り迎えをしていこうと思います。ということで、皆様ご心配をおかけしましたが、たい焼きレポート、たい焼き食べたくなりましたでしょうか？たい焼き食べたくなったらですね、ちょっと買ってきてですね、食べてみてください。たい焼きを尻尾から食べる人はひねくれ者。お腹から食べるやつは邪道。頭から食べる人が、非常に、
私たちと価値観が合うと、そういうことでございます。ご視聴ありがとうございました。